それでは、定刻になりましたので、Ladies 本and 日の会見を gentlemen, 始めたいと思い time has ます。come, so we'd like to start the 本日 press は、国際 conference. エネルギー機関 Today we IEA have Ms. のマリア・Maria van der ホーフェン Hoeven, さん、Executive Director of IEA. She's the 例年 guest of honor. 11月 Usually, に IEA in November, IEA publishes World Energy Outlook, which is a long-term projection. Every time it is issued in various countries of the world, IEA goes on roadshow and organizes press conference. So this conference is in that program. Executive Director 2 years ago, as well as last year in November, she conducted press conference here at the Japan National Press Club. So very briefly, I will introduce her to you. She was the Minister of Economic Affairs of the Netherlands, and she was in charge of energy policy. And then she went on to IEA. Replacing Mr. Tanaka of Japan, she became the executive director. Now, this year's outlook, Japanese media has given out some articles about that, talking about the headlines. Because of the shale revolution, American energy cost is coming down, especially the electricity tariff in the United States will be low in the United States, and Japan and European electricity charges, or talking about Japan, because of the nuclear power closure and so forth, we are dependent upon the thermal power generation. In the case of Europe, because of the renewables, the cost will rise in Europe and Japan, while U.S. will enjoy low electricity charges. That will impact the competitiveness. I think that was the main headlines of the Japanese media about this report. Today, I hope that it is not the only point we discuss. This outlook report covers a wide range of activities. Japanese energy policy, we have to think about our future energy policy. It will be a good reference. So I will be the moderator of this conference. And Nagai and Ikeda-san will be the interpreters of this conference. Ms. van der Hoeven, can you make the initial comment? Thank you very much, distinguished guests, ladies and gentlemen. ご来賓の皆様、会場の皆様、ありがとうございます。ようこそおいでくださいました。本日ご一緒できまして、非常に嬉しく思います。IEA の2013年ワールドエネルギーアウトルックの発表させていただきたいと思います。ブロムヘッドが隣に座っておりまして、ブロムヘッドはチーフエコノミストのオフィスにいるものでございます。そして、技術的な問題が出たときには私のアシストをしてもらうことになっております。お集まりいただきました。ありがとうございます。1974年に IEA ができましたときに日本は最初の創立メンバーの一つでありました。日本が IEA のメンバーになっているということはもう40年代になります。当時は1974年の時代を反映したものでありまして、 IEA というのはセキュリティに関する組織でありましたけれども、今はそうではありません。今では IEA というのはエネルギーあらゆる側面をカバーするものになっております。そして国々のインタラクション、それから燃料同士のインタラクションについて語るようになっております。エネルギーのトリレンマ、経済開発、エネルギー安全保障、そして持続可能性というトリレンマを取り上げるようになっております。今回の報告書でありますけれども、その中では経済開発、それから競争力、それからエネルギー安全保障、それから持続可能性などについても論じております。持続可能性というのは、これはエネルギーと気候問題の間のインタラクションがあるからです。で、先週パリで28カ国の会合がありました。エストニアが新しいメンバーになりました。それからそれ以外6カ国入っております。中国、ロシア、インド、インドネシア、そしてブラジルが入っております。我々のこういった国々とのバイの協定があります。でもそれ以外のものもあります。それ以外というのはどういうことかと言いますと、我々はマルチの枠組みで合意をしております。 IEA とこういった新しい新興諸国の間の話です。これは大切なことでありまして、これはエネルギーの世界がどう変わったか、エネルギーアウトルック2013年もそれを反映したものになっております。まず最初にこの報告について語りたい第一点というのは、エネルギーグローバルなエネルギーのシーンが変わってきているということであります。例えば伝統的なエネルギーの役割、あるいはジョブディスクリプションといいますか、そういったものが国々で変わってきております。例えば長期にわたる輸入国は今度は輸出国になったり、
いたします。アメリカなんかがそうです。伝統的な輸出国というのが例えば中東諸国のように消費を増やしております。非伝統的な石油ガスの供給、そして再生可能エネルギーの成長ということが我々のグローバルなエネルギーリソースの分配の理解を変えてきております。しかし全部が変わっているわけではありません。グローバルなエネルギーシステムが健全であるかどうかのインディケーターを見てみますと、やはり懸念を もたらすようなものがあります。いいこともあります。エネルギーの効率性が上がっているということもあります。新しい政策も導入されておりまして、エネルギー関連の CO2 の排出はしかしながら増え続けております。それは我々の惑星が壊滅的な温暖化を迎えるかもしれないということを意味するわけであります。そしてまた例えば化石燃料の価格を政府が補助している、消費を補助しているという国もあったりいたします。地球の人間のの中で5人のうちの1人だけが5人のうちの1人が近代的なエネルギーサービスにアクセスを持っています。5人のうちの2人が伝統的なバイオマスを燃やして料理をしているというわけであります。まさに経済成長、エネルギー安全保障、そしてクライメートの問題、これがエネルギーのトライレンマであります。もちろん大体バレル当たりの100ドルという原油価格がある中では物事が非常に難しくなっております。後でこのプレゼンで強調いたしますように、非常に多岐にわたるガスと電力価格の格差が世界には存在しております。そして高価格の国々、ヨーロッパ、それからアジア太平洋の国々はそういう国でありますので、エネルギーとそれから幅広い経済展望の間のつながりを考えるようになっております。さて予測であります、大きな図式でありますけれども、グローバルなエネルギーデマンドというのは 30% 以上増えます。これは2035年まで増えます。 OECD 諸国の国々はこの成長には大した貢献はしておりません。 4% だけです。で、日本の場合には我々の予想では一次エネルギー需要がピークを迎えますのは2015年頃であろうと、そこから緩やかに減少してまいります。それは人口減であるということもありますし、経済成長はその高度成長ではないということ、それから省エネ効果あるいはエネルギー効率性が上がるからであります。35年までには日本は今よりも 4% エネルギーを少なく使うというふうになると思っております。グローバルに言いますと、需要の大きな伸びというのはアジアの新興諸国から来るのであります。向こう10年間この成長のメインドライバーは中国であります。この中国というのは今世界最大のエネルギー消費国となっております。すでに、しかしながら中国の需要のペースもスローダウンしてまいります。2020年代になりますと強調されるのはアジア太平洋にシフトいたします。そしてまずインドにシフトいたします。その次に東南アジアの国々にシフトいたします。そういったところが需要の伸びの源になります。インドではあらゆる需要というのが2035年までには全てが倍増すると言われております。そして2020年以降、インドが最大の石炭、石油、そして電力に対する需要の伸びを示します。しかしながら中東も忘れてはいけません。中東というのはそのステータスを強化しておりまして、エネルギー消費地域になってきております。今ではグローバルな需要の伸びの 10% を担うようになっております。しかしながら世界の人口の 3% しか持っていないのであります。中東におけるガスの消費はEU を2020年には上回るようになります。そして補助金付きの価格があるということで、石油の需要も日量1000万バレル2035年までにはなります。そしてそれは中国の現在の消費量に匹敵するわけであります。エネルギー需要が変わっていくということにマッチングする形でエネルギーミックスが変わるわけではありません。努力として低カーボンエネルギー源を見出そうという努力がなされておりますけれども、今日のグローバルミックスの化石燃料のシェアというのは25年前と全く同じなのであります。 80% 以上になっているのであります。そして事実上最大のエネルギー需要伸びのシェアを持っておりました燃料というのは実は石炭なのであります。もちろんこれから数十年低カーボンのエネルギーが導入される、再生可能原子力ということが導入されますと需要の 40% を占めるようになるでありましょう。そしてそれは化石燃料が下がるということになりますけれども、2035年には 75% までにしかなりません。天然ガスが使われる化石燃料の中で最もクリーンなものは
石炭、石油を合わせたよりも多いものになるでありましょう。石炭はこれからも主要なエネルギー源であり続けるでありましょう。特に途上国、アジアの途上国でそうでありましょう。ですから措置を取ってそれに付随するような環境影響を削減するように努力しなければなりません。ということはそれを使うときにはできるだけ効率的に使うように担保していかなければなりません。すなわちスーパークリティカルな、そして超スーパークリティカルな石炭だけの電火力発電所を作るということに向かっていかなければなりません。日本の場合には化石燃料のシェアというのは2011年には 90% でありましたのが、ね、2035年には 75% になると見込まれております。これは努力がなされているからであります。それは再生可能エネルギーの拡大があるということ、それからまた非常に2011年には非常に低いレベルだったわけですけれども、原子力発電が増えるということ、福島の事故の後非常に低かったところからまた増えるだろうということが前提となっております。もちろん問題はそれではこのトレンドというのはエネルギー関連の CO2 排出にどういう意味を持つかということであります。ぜひこれまでの経緯を見てみましょう。これを見てみますと、ほとんどの前世紀の排出というのは OECD 諸国でありました。非 OECD 諸国のシェアも迅速に伸びております。でこのような考え方を将来に延長いたしまして、非 OECD 諸国も増えるということを見ていきたいと思います。日本を見てみますと、エネルギー関連の CO2 の排出は2011年には 1.2 ギガトンでありましたものが、2035年には0.9ギガトン強になります。その頃にはグローバルな排出量の 2.5% を日本は担うということになります。グローバルには2035年まで累積的な大気に放出されました1900年からの排出された量というのは OECD と非 OECD でちょうど分かれております。ですからブルーとオレンジがちょうど半分ぐらいになっております。しかしながら1人当たりの排出量というのは全然違います。例えばインドは2035年でも1人当たりの排出は非常に低いもので、中国それから中東の1人当たりの排出というのはアメリカの半分ぐらいになりますけれども、 EU のレベルは凌駕するというところになります。皆さんよくご存知のようにエネルギーセクターというのはグローバルな温室効果ガス排出の3分の2を占めているものであります。ですからエネルギーセクターというのは大事なセクターでありまして、気候変動の目標を達成できるかどうかの鍵を握っているわけであります。最近の IPCC のレポートが出ておりまして、そこで言われているアイデアというのはカーボンバジェット、それは CO2 のどれぐらいを排出してもいいだろうかということです。それは温度の上昇を長期的に2度上昇にとどめるためには、この炭素予算はどれぐらいあるかということなんですけど、それを見てみますとそのうちの半分ぐらいもうすでに使われております。そしてこの2035年までに排出される量というのは CCS、 それから気候変動の政策を非常に強く取らないと達成できないということになってしまいます。すべてのバジェットというのは2035年後には全て使われてしまうということになります。ですから追加的なアクションが必要であります。2020年以降までに、それは現実的な望みとして2度の上昇温度上昇にとどめるためであります。どの展望におきましても我々はインデプスアナリシスというのを必ずやっております。今回は石油の分析をしております。来年2014年にはフォーカスは原子力ということになると思います。さて需要サイドを見てみ見ますと、石油消費のジオグラフィーというのが迅速に変わってきております。それは石油の使用が OECD 諸国では減っているという事情があります。ということは OECD 諸国の消費におけるシェアというのは2035年には3分の1ぐらいになります。今は半分ぐらいになっております。そして4分の3持っておりましたのが1974人であります。日本の場合には470万バレルから2030年には220万バレルになると。そして燃料転換が行われる、それからエネルギーの効率性がアップするということであります。 OECD の外になりますとまた中国の話になりますけれども、中国はすでにアメリカを凌駕しておりまして、現在最大の石油輸入国になっておりまして、2030
2030年頃には世界最大の石油消費国になると思います。しかしながら忘れてはなりません、インドを忘れてはいけません。インドは石油消費の非常に強い国になってきております。特に2020年後になりますと、インドは最大の需要増の要因になります。ということはアジアということがまさにグローバルなオイルトレードのセンターになります。そしてこの地域が利用できる原油の多くのシェアを求めるということになります。さてそれでは主要な要素というのは何になるのでしょうか。このように世界的な石油の需要が増える理由というのは何なのでしょうか。それは貨物のため、それから移動のため、それからまたフィードストックとして使うと、石油を使うということがあります、ペトケミのために。で我々はこういうことを考えますと、乗用車とかガソリンのことをすぐ考えますけれども、将来の成長というのは貨物、それからディーゼルでありまして、今日的には500万バレルぐらいでありますけれども、これは非常に重量級の車両というのがディーゼルを消費するわけでありますけれども、こういったものはあまり効率性のスタンダードの対象にならなかったりいたします。ですから需要の成長というのはポリシーによりまして抑制がされていないのであります。もちろん、これから石油の消費ということは値段によってもこれから左右されるということになるでしょう。2035年には130ドルぐらいになると、それぐらいになるというふうに言われております。ですからそういうふうに高くなりますと、代替燃料はあるのかどうかということが喫緊の課題になります。輸送セクターでありましても、これは石油需要の非常に強い部分でありますけれども、代替燃料が上昇するということは非常に目立ってきております。バイオフィエル、天然ガスなどが増えてきております。こういった変化があるということ、これがあることによりまして、石油業界が直面している問題を説明することになります。サプライサイドにもチャレンジはありますけれども、リファイニングセクターがどうなっているかといいますと、石油の生産の非常に大きなシェアというのが、例えばガスとか石炭から使われておりますようなガスリクイッド、そういったものが直接使われるようになるかもしれないということであります。ということは石油の量で加工されるリファイナリーが加工いたしますものがほとんどの場合、その全体の伸びよりはゆっくり伸びるということになるわけであります。まあ、正直に言いまして、今日のグローバルなリファイニングのキャパシティというのは十分でありまして、世界の生成製品の伸びを満たすためには十分になっております。しかしながらリファイナリーキャパシティというのはどうしても消費者に近いところで使われます。それはグローバルな石油の消費というのが劇的に変わっているということを申し上げました。多くの国々は今では新しいリファイナリーキャパシティを建てようとしております。それはそれだけ石油製品に対する需要が増えてきているからであります。特に中国におきましてそれが大きいところが見込まれております。それ以外の国々といたしましては、特に中東諸国なんですけれども、そういったところも自国で生成したいと思うようになっています。自国の利用のために、そして輸出のためです。その他の国々に関しましては、特にもっとその収入を得たいということを考えるようになります。ということは需要が減っているような国々、例えば OECD 諸国のような場合におきましては、リファイナリーというのはそれを埋め合わせるために、自国で使われないものの輸出市場を見出そうといたします。ですからこういったマーケットをめぐっての競争が激化いたします。ですからこの逃避ルートというのはアベイラブルではないのです。ですから2035年まで我々は1000万バレルぐらいのグローバルなリファイナリーキャパシティというのは閉鎖されるかもしれないというリスクを抱えております。 OECD のリファイナリー、特にヨーロッパにおきましては特に脆弱性を抱えることになります。日本に関しましては、我々はリファイニングキャパシティは収縮すると思っております。70万バレルぐらいになると思います。でこれはまさに石油の需要が国内利用用で減っているからです。それでは少し詳しく石油供給について考えてみましょう。2つの章で書いてあります。最初の章は大概まれな形でライトタイトオイルの生産がアメリカで伸びているということであり、これが向こう10年間大きな役割を果たすであろうということです。これで世界最大の産油国としてのアメリカの位置がさらに確保されるということになります。それからまたかなりの寄与というのが他のエネルギー圏、特に非在来源から期待できるわけです。カナダのオイルサンズですとか
在来系については、例えばブラジルの大震災油田などは考えられます。で、2つの章があるというふうに申し上げました。1つはアメリカの章、それからもう1つはアメリカ大陸のことなんですけれども、長期的に考えますと中東がまたまたグローバルな舞台にの中心に戻ってくるわけです。非オペック供給が勢いがなくなってしまうからです。ということで我々の予想としてはライトタイトオイル、アメリカの生産高というのが横ばいになると、おいおいその後落ちるということなんです。減り始める。しかしタイトオイル生産自体はロシアだ、中国、アルゼンチンでは伸び続けるということであり、北米以外のところの生産の伸び率はそれでも追いつかないので、最後の10年から2035年において大勢力になるということはないということであります。アジアの需要の増に応えるために必要なことは、まず中東で投資を行うということです。もう今からということなんですけれども、典型的な長期の投資プロジェクトを実現するのに10年ぐらいかかりますので、間違った信号を中東の産油国に与えてはいけないということであり、過去に出たウィオの内容は今でも通じるということなんです。中東で投資を先延ばしすると石油マーケットが今後悪くなるということになるわけです。他の問題考えてみましょう。発電の話です。発電というのは世界中の経済にとって重要なものです。そして発電用の利用というのがグローバルな一次エネルギー利用の半分以上を占めているということです。非 OECD 諸国というのが今や電力需要の伸びの大半を占めるようになってきました。インド、中国が最たるものであって、一緒に合わせるとトータルの半分ぐらいを占めるんです。それに続くのが東南アジア、ラベおよび中国ということです。このために中国とインドというのが本当に際立っているわけで、新しい能力増を2035年前にやらなくてはいけないということになるわけです。もちろん発電所を退役するものが今後たくさん出てくるんですね。向こう数十年間ということで地域格差が華々しくなるということです。 OECD 諸国の火力発電所はとても老朽化しています。というのは高い比率のものが退役に付されるということになるわけです。例外だけなんですけれども、2012年末にほとんど石炭火力発電所の3分の2 OECD 諸国にあるものはもう30年を超えているんです。それだけ古いと、つまり OECD 域内においてはキャパシティ追加の6割をやると、そして今あるものの大改良しなくちゃいけないということです。日本については230ギガワットの新しいキャパシティがこの間必要になるということで、うち3分の2というのは既存の取り替えようということなんです。ということで、まず投資環境を新しい火力発電のためにとても考えなくてはいけない。これがとても重要なんです。特に在来の発電所の売り上げが減っているからです。再生可能エネルギーの利用増加に伴って、でも逆の事情が非 OECD 諸国にはあるということで、石炭火力4分の3は20年まだ経っていないということで、今後非 OECD 諸国で新しいものを作って新しい需要に応えていくということになるわけです。でこれは再生可能エネルギーにどういう意味を持つのでありましょうか。発電用に使うということなんですけれども、だいたいこの半分ぐらいを占めるようになるわけです。電源としては、そして再生可能エネルギーの発電というのは今はトータルの 20% ですけれども、2035年には全世界的に 30% を占めるようになるということで、向こう数年間で天然ガスを抜くということになるわけです。そして2035年までには石炭も抜くかもしれないという勢いです。中国における再生可能エネルギー源の電力というのはヨーロッパ、日本、アメリカを合わせたよりも大きいということになるわけです。ヨーロッパ、日本、アメリカにおいてはほとんどの伸びというのは風力、太陽光で賄われるということになります。マーケットによってはヨーロッパなんですけれども、ちょっと問題が提起されているんですね。つまり追加コストがかかりすぎるということなわけなんです。こういった大エネについては OECD 域外においては、再生可能エネルギーはネットの伸びの 40% を占めるようになってきています。だいたい水力が多いということです。全体で 45%、 その後続くのは風力で 26% ということであります。つまりポイント的では、我々の推計によると再生可能エネルギーの伸びというのはやっぱり補助金頼みが大きいということなんです。ですからそのデザイン
政府厳しく気をつけてやっておかなくちゃいけないということです。例えばバイオ燃料についても補助金がついていて、これを含めると2012年には1000億ドルを超えているわけで、2035年には2200億ドルになるであろうと言われているんです。しかし再生可能エネルギーは自力でだんだんと競争力を増してくるわけなんです。補助金なしでもということは、補助金といたしましてはマルチのベネフィットがちゃんとで炭素エネルギー源に及ぶように、そして過度な負担が追加コストの負担を強いられる人にいかないようにしなくちゃいけないということ、つまり納税者の過度な負担を避けなくちゃいけないということなんですね。柔軟的にやっていかなくちゃいけないということです。それではもう少し詳しく日本の電力部門について考えてみましょう。ご存知のようにかなりのストレス下に福島第一の事故以来置かれているわけです。言わずもがなで、まずご注意申し上げたいんですけれども、お断りです。今回の見通しを大いに変わり得るということなんですね。それはなぜかと言いますと、政府が新規のエネルギー計画どのように決めるかでかなり変わってくるからです。今晩総合エネルギー調査会の方にお会いして講演することになっているんですけれども、その時に何か参考になるようなことを IEA として述べることができればというふうに思っております。エネルギー需要のと違いまして、これは近い将来ピークを移って思われているんですけど、我々の予想によりますと、日本の電力需要というのは今後とも緩やかなペースで伸びてくると思っております。で、今ある情報ベースに判断いたしますと、原子力エネルギーの占める割合というのはだんだんと復活してくると思います。閉鎖されていたものがまた再稼働の許認可を得れるからであります。多分そしてまたこのだんだんと退役期間が近づいてくると、そしてそれが退役するということであるわけなんですけれども、現在ある2基建設以外は新しいものを一応建てることはないというふうに言われているわけなんですけど、我々の推計によりますと、つまり原子力エネルギーから離れつつあるということで、その分 2.6 倍再生可能エネルギー電力が増すということであり、 LNG 輸入の依存も高くなるということだと思います。再生可能エネルギーの伸びというのはソーラー PV と風力とということで、政府の補助金もついているということになるわけですから、どのように支持をやっていくか、その設計が大事だということです。財政的に厳しい世の中ですから、ヨーロッパの事情を先ほど申し上げました、懸念が増大しているんですね。再生可能エネルギー用の補助金が高くつく、これが政治問題化しているんです。いくつかの国においてはステップが取られて、もっとコストを抑制しようというところまで来ています。イタリアも上限を再生可能インセンティブについては2013年9月につけると発表しておりますし、スペインもモラトリもやるというふうに言っているわけです。再生可能エネルギーの補助金についてはドイツについても FIT 買取制度変えるというふうに言っています。で、交渉中です。今まで考えすぎたということであります。で、重要なんですけれども、改革を行うのであったら、ちゃんとしたインセンティブを入れて投資なり再生可能エネルギーの稼働というものがうまい方向に誘導されるようにしなくてはいけないということです。統合をできるだけやりやすくしなくちゃいけないということであり、これポリシーメーカーとしてご留意なさる重要な点ではないかと日本も含めて思っております。ということで、次に競争力の話を申し上げていきたいと思います。競争力があるんでしょうか。世界中のエネルギーをめぐる議論については、経済競争力とエネルギーが大きな結びつきがあるということです。ガスと電力価格というのは地域格差激しいです。いつも世界中で笑いになっております。で、これがさらに著しく際立ってきたのはこの直近の10年なんです。なぜでしょうか。それはシェールガス生産のブームがアメリカであるからです。つまり天然ガス価格が激減しました。そして電力価格にも下げ圧力がかかっています。今日天然ガス価格はアメリカにおいてはヨーロッパの輸入価格の3分の1、日本の5分の1という安さです。そして電力価格の格差も大きいんですね。産業用のユーザー、日本、ヨーロッパにおいては平均でアメリカの2倍は払わされているということになります。
China's industrial electricity prices have increased significantly in recent years, largely because of rising coal prices and also subsidies in favor of residential customers. So Chinese industrial goods now pay almost the US level. So in our outlook, で、天然ガス価格だんだんとそうは言っても狭まってくるけれども、でも2035年にまだこの価格格差は残るということであります。ということで、今日見られていることは一回こきりの構造的なものではないということなんです。つまり、国のレベル、地域のレベルの経済競争力に大いに影響を与えるということです。ほとんどの部分において、ほとんどの国においてエネルギーというのは比較的競争力を計算するうちマイナーの部分しか占めてないんですね。労働とか資本コストの方が大きく占めていると。しかしエネルギーコストというのはやっぱりエネルギー集約産業にとっては重要です。ケミカル、アルミ、セメント、鉄鋼、紙っぱ、ガラス、製油等々です。特にそれからできた最終製品が国際貿易に付される場合にはということで、このセクターにフォーカスを当てて分析をしてみました。そして競争力との兼ね合いを考えてみたんです。で、初見といたしました多くのイマージング経済において、特にアジアにおいては国内の需要がエネルギー集約製品に対して上がるということは、もっとこの輸出も増やしたいというふうに思うわけです。国内用にも作るけれどもとって、アメリカにおいては低エネルギーコストだということで、グローバルなエネルギー集約材の輸出が増えてくるかもしれません。2035年までということです。ということで、勝者勝ち組が出てくる。その背後には負け組もいるということなんですね。対照的に EU と日本の方はどちらかというとエネルギーコストが高い地域ですから、どうしてもそれぞれ 10% を 3% ずつ減っていくという激減ということになるわけです。少なくとも OECD 経済諸国においてエネルギー価格格差っていうのが投資決定にも影響を及ぼす、また企業の決定にも影響を及ぼすということになっているわけです。ポリシーメーカーは何らかの策を取ってできるだけ全てのセクターに対しての高価格のインパクトを軽減しようということで、より効率で競争力の高いインターコネクテッドしたエネルギーマーケットを作ろうとするでしょう。特に省エネが重要であるということなんです。高エネルギー価格があったとしても、省エネで利用効率が高ければ活躍できるということになるからです。それからもう一つの要素があります。格差をなんとか軽減されるためにということです。ガス価格の、これはグローバルなガスマーケットの話なんですけれども、もっとガス需給で決まるようにして、あんまり石油に直結しないで決まるようになればいいということなんです。主要な移行分野というのはやっぱりアジア太平洋地域ではないかと思っております。日本が真ん中にあるんですけれども、LNG が北米から輸出されている、これを触媒として使って変化を担うことができるんじゃないでしょうか。例えばアメリカから LNG が輸出されているわけです。現在の卸売価格はとても堅調です。そして輸出業者に対してのマージンはだんだんと減ってくるとは言われているんですね。最初の輸出プロジェクトがこの10年の後半に稼働することが予定されているので、この新しい LNG 供給源が出てくるということで、ある程度今ある厳格すぎる LNG の契約構造が軟化してくるんじゃないかと考えられます。もしこれが実現されてガスマーケット改革も行われるということになれば、アジア太平洋地域でそうするとより競争力のあるガス売買市場ができるということであり、これが手伝ってガスの価格付けというのも変わってくるのではないか、石油価格連動性一辺倒から変わるのではないかと思われるわけであります。つまりガス価格地域格差があるけれども、ガスを動かすコストぐらいの差に抑えることができるかもしれないということです。これは代表地域において大きな影響をもたらすということで、同じことがヨーロッパでも起こりうるんですね。今はかなり長期にわたって長期が石油について結ばれたけれども、スポットで契約がされるようにもなってきているわけなんです。ということで、これで単一グローバルガス価格ができるんでしょうか。まあ石油はそうですけれども、でもガスはそうはいかないんです。輸入業者はいろいろ輸入価格が違うと、やっぱり地理的な近接性とかで値段が決まってくるからです。そしてアメリカのような輸出国およびロシアの輸出国はかなり
交渉力が強いわけです。天然ガス値決めについてはガス輸入地域に対してというのはこの液化輸送および再ガス化で大きなコストがかかるからです。ということでエネルギー見通しにおいては我々は今回どんなチャレンジがあるのか整理してみました。どんどん背景が複雑化してくるわけです。新しいつながりが燃料源の間でもできているマーケットもつながりつつあるエネルギー需給のパターンも変わりつつあるということであります。どこまでお金を出せるのか、どこまで入手可能なのかということもエネルギーについては経済構成の大きな意味を持つ各国の競争力にも影響を出すということであります。でも政策決定者はそれなり対策を取り入るんですね。省エネを最前線に据えるということです。日本の省エネはもう世界有数のものにすでになっておられるわけです。さらなる改善の余地も残っているんですね。家庭用および商業用の民生の部門であります。で、省エネ法最近改正されましたので、建材がトップランナープログラムに入るということになって、これは大きな進歩、第一歩だというふうには前進だというふうに思っております。アメリカほど日本の天然ガス価格は漁らないとは思いますけれども、今までついた大きすぎるプレミアムは削減することができると思うんです。つまり現在のガスの価格から離れることができると、今は石油連動性になっているわけでありますけど、もうちょっと競争力ダイナミックな貿易ハブのネットワークに基づいて、もうちょっとローカルなガスの需給状況を反映できるような価格体系に変えられるはずなんです。また供給源も多様化できると、北米からの LNG 輸入分も含めてでおります。で、日本にとってはもちろん在来のエネルギー源が少ないわけですから、原子力エネルギーというのが当然それなりの役割を果たして輸入代金を下げることができるわけです。卸売電力価格も下げることができると、そうすれば日本としての競争力も上がるということなんです。でもこれが実現されるためには、現行の努力をもっと続けて安全性を上げる、緊急対応策の能力をさらに上げるということが肝要です。また再生可能エネルギーにつきましても、日本は気候変動目標をやろうと思えば達成できるわけでありますし、長期的にそしてエネルギー競争力も上げることができるはずです。再生可能エネルギーを使って、でも補助金というのは新しいキャパに慣らして提供されなくてはいけない、技術コスト電力価格についていかなくてはいけないということであります。できるだけ関連コストは低く抑えるということであります。というのは産業に対して電力価格というのはとても大きな負担になっているからということです。すべてウィーをカバーすることはできないんですね。大部にわたっておりまして時間が短いのでカバーできなかったんですけれども、終わりにあたりましてご清聴いただいたことを深く御礼申し上げたいと思います。それでは脇さんご司会の方にマイクをお戻ししたいと思います。どうなんなりとご質問なさってください。はい、どうもありがとうございました。それでは質問に移るんですが、時間の関係で非常にプレゼンテーション短縮されたので、一日追加のご説明を伺いたいんですが、一つのポイントはいわゆるシェールオイル、ライトタイトオイルのアメリカで の生産が、いずれその頭打ちになって、また And once again, we may increase the dependence on the Middle East eventually. I think that was some of the comments mentioned. What is the reason that the shale oil production may peak out in the United States? Can you explain the reason, possible reason? The possible reason has to do with resources. それはリソースがあるかどうかということなんです。で、我々が推定しておりますし、我々が推定しているベースには知識、技術がどうなるかまだ分かっていないし、新しいリソースがこれから発見されるかどうか分からないわけですけれども、今我々がやりますのはシェールオイルというのが増えるだろうと、そしてこの頭打ちになるだろうというふうに思っておりますけれども、重要な結果は何かということですけれども、北米全体に関してはニーズが少なくなる、輸入するニーズがなくなる、国外から輸入をする必要がなくなる、これが一番大きなことだと思います。ということはアメリカに対する輸入
が下がると思いますけれども、しかしだからといって世界が石油を必要としないというわけではないわけです。それはアジアの市場が展開するからです。ですからこれは非常に重要なことだと思うのです。必要な投資、中東での投資などはこれからも続くだろうと思います。アジアの市場に供給するために。ということは石油はこれから向かう先が違うということですけれども、石油は必要だということなんです。ですからそういった中東では投資が必要だということを言いたいと思います。わかりました。それからこれは今回のはその長期展望なんですけれども、短期あるいは中期のこともあるんですが、今回はそのイランを巡る合意によって中東のいわゆる地政学リスクに伴うプレミアムが高まっていた、which had claimed a certain premium can be reduced going forward as a result of that. And also in the United States, I see that oil production is going up for the time being. So that geopolitical premium will go down together with the oil production increase in the United States, which might give an impact on the oil price throughout the world. What the impact will be is my question. I think what you mentioned.つまりそういうことですね。まあ、インパクトが出るかもしれないという、まだ分かってないということですよね。ご質問をおっしゃったように、この点とっても重要なんです。つまり、まあ、6ヶ月の余裕が出たわけですね、交渉の結果によって。この時間的な余地を使って追加的な問題を片付けようというものであるわけなんです。で、これによって効果があるとすれば、例えば石油 の輸送について確実性が増すかもしれないという効果が予想できるということで、でも本当にどうなんか蓋を開けてみないとわからないということなんです。でイランにおける例えば100万バレル日量余分に増えるということになっても、これが稼働するにはまた軌道に乗るにはそれだけ時間がかかるわけ でこの6ヶ月の余裕を勝ち取った合意、どういう意味があるのかということをしっかり考えていかなくちゃいけないんです。でこれについてはヨーロッパ、アメリカ、今分析中というふうに私理解しているので、内容は私申し上げられないんですけど、Considering the supply-demand relationship, one salient point would be the production cost. With respect to Middle Eastern conventional oil, in the cheap place per barrel, $5 or $20, and in non-traditional resources, usually $50 or $75 and more. That is usually the numbers. So if that was the case, suppose that the oil price comes down, then non-traditional resource development may slow down. Is my understanding correct? Yes. Yes. そうです。そうです。あなたの理解はその通り正しいと思います。それからそのことではっきりわかるわけですけれども、ガスにおいても同じようなことが起こっているのはなぜかということもそれで説明されるわけです。ガスでは2つの要素があります。これはアメリカの石油に関しても同じなんですけれども、まずテクノロジーが進む、価格が高いときに、アメリカのガス価格というのは数年前には高かったんです。例えば BTU あたり13ドルぐらいでありました。それに技術が進化するということによりまして、ある状況が生まれました。それは非在来型のガスも経済的に経済性を持つようになると、シェールも同じことであります。現在は価格が十分高いために、このリソースというのは、このリソースを経済的な形で探査する、開発することが可能になっているんです。ですからこういう関係性があるんですよね、2つの間。ですからあなたの理解は本当に正しいんです。短く言えば、あなたの質問に対する答えはイエスです。それからこれは昨年のその会見でも同じ質問をしたんですが、まず今年は第一次石油ショックから40年で、 IEA 自体は当時その先進国が石油を確保する、それがエナジーセキュリティだということで、アメリカの指導でできた OECD の組織だ。そしてそれが完全にその
エネルギー状況は変わってきて、アメリカ自体ももはや実質で言えば、国内産業が輸入量が多いようになって、そうするとその先ほどもちょっと明示されましたけれども、これから重要なのはむしろ新興国途上国のエネルギーに対する、まあ、セキュリティとか重要どう見たすかということで、それで先ほども、まあ、今月の理事会にいくつかの To be a key, and I see that in the ministerial meeting you just had, some of the emerging market economies have been invited to take part. So IEA belongs to the OECD, yet it could expand its membership to cover emerging market economies. Do you have a plan for that? Well, the point is that as long as a country is not a member of OECD, OECD it cannot be a member of IEA. OECD のメンバーでないと IEA のメンバーになれないということになってるんですね。それが基礎なんです。What to do about this? Because the geography of not only oil but also gas, 石油およびガスっていうのも地理的な要素が大きなシフトになっていて、需要値もどんどん変わってきてるんですね。需要の中心地がどんどん変わってきているということで、需要が伸びているのは OECD 域外の国なんです今や。で、我々の任務といたしましてエネルギー安全保障を確保するというか、最初は石油のセキュリティから始まったんですけれども、でこの任務を満たすためにどうしたらいいかなということをずっと考えてきたんですね。一つ思いついたことは、まずバイの形で二国間形式で協定をいろんな国と結ぶということです。中国とロシア、インド、南アブラジル等々であります。二国間協定、メキシコおよびインドネシアとも結んでおります。その他もろもろなんですね。いろんなところと協働して、カスピ海地域の人とか中東の国とかいろいろやってます。省エネについても再生可能エネルギーについてもいろんなことをやってるんですけど、別に来年のウィオにおいてはアフリカがフィーチャーされることになります。モザンビークのような、アンゴラのような、アルジェリアのような国も入るんですね。ファーライナーの国ということで需要がここに集まってきているので、我々として拡大しなくちゃいけないんです。 IA としてでも、加盟国のメンバーシップを拡大することはできないので、他の道を探さなくちゃいけないということで、二国間協定を結んできたと。6カ国、中国、ロシア、インド、インドネシア、南アおよびブラジル、この6カ国はもうすでに合意を発表しておりまして、連合という形で参上会員ということで活躍するということになっているわけです。そして昔ながらの在来のエコノミープラス新しいエコノミーが一堂に会せるようになるわけです。そしてお互いにこの昔ながらの国のディマンドも満たすと、エネルギーのプラス新しい国にも加わっていただいて、エネルギーの需要を満たしていくということなんです。これが全体のエネルギー安全保障の話ですから、 OECD 域内だけでエネルギー安全保障をもう確保できない時代になったということです。で、中国で起こっているということは関心大ですし、 OECD 諸国に大きな影響を与えるんです。こんな時代になったということで、新しいルートを作って、例えば連合協定を結ぶとか三条協定を結ぶということをやっているわけです。グローバルなエネルギー安全保障に興味を持っている人が一緒に集まるということです。もちろん需給関係も重要なんですけれども、 IEA の中においてもカナダのような国はネットの輸出国なんですね。オーストラリアももちろんそうです。ノルウェーもそうです。だからいろんな国が入っているということなんですね。須賀委員は需給を一緒にする、エネルギー安全保障も一緒に石油を超えて考えるということなんです。でこれを身をもって OECD メンバーのためにも IEA のメンバーのためにも非 IEA メンバーのためにもやっていきたいというふうに思っています。だからこそ我々はこの新しい連合もしくはアソシエーション形式を見出したということです。6カ国は今申し上げたように共同宣言さえ発表してるんですね。これ重要な点なんです。彼らも十分重要だと思っている証です。はい、どうもありがとうございました。 Thank you very much. Now I will open the floor for discussion. Any questions from the members? Yes, please. 飯田さん。
Thank you, Ida from Kyoto News. 京都通信の井田です。CO2 の排出について伺いたいと思います。こういう理解でいいんでしょうか。歴史的な気候変動の責任は OECD 諸国が持っていたと。これは産業革命以来であるとです。今でも非 OECD 諸国よりも排出は多いということなんでしょうか。そして2035年頃でもそういう関係性はキープしているということなんでしょうか。それから2度の気温上昇という、気候変動政策が必要だというふうにおっしゃいましたけれども、それをもう少し言っていただけませんか。どういう強い政策が必要なんでしょうか。そしてあなたは CCS というのが決定的に重要だと思われますか。この2度目標には決定的に重要だと思われますか。分かりました。まず第一に CO2 の排出について語るときには、歴史的な観点から言えば CO2 の排出というのは OECD 先進国が出してきたものだというのはその通りであります。ところが10年前ぐらいから2035年まで見るとそれは状況は違うんです。新しく工業化を果たしているような国々がたくさんの CO2 を大気中に排出しております。そしてバランスが変わるんです。ですから大事なのは過去においてどうだったかということを見るだけではなくて、確かに過去は先進国だったということですけども、将来を見るということも大事なんです。それをまとめて見ることが必要なので、そういうことを我々は図式的に見ようとしております。さて、2度 C の目標ですけれども、おっしゃる通りでありまして、これがまさに全ての人の頭の中にあるんです。背景的にそれと同時にエネルギー安全保障というニーズもあるんです。それは経済発展のために必要なんです。でも一つなしにはもう一つは持てないのであります。2度 C のことだけ考えて、そして全然経済成長のことを考えないということではできないわけでありまして、そしてエネルギー安全保障も考えなければいけないのです。そういう形をすれば問題の3分の1ソリューションの3分の1しかやってないということになります。ですから全体的にやらなければいけません。気候変動対策であります。我々は気候変動に関わっているような機関ではありません。そうなりたいとも思っておりません。もしそういうことであれば立場を変えなければなりません。我々はエネルギーの安全保障に関わる機関なんです。それが我々のメインゴールなんです。でもエネルギーというのは持続可能な形で生産しなければなりません。ここが大事なところなんです。ですから今年我々が何をやったかといいますと、このワールドエネルギーアウトルックの中に一章割きまして、エネルギーと気候の間の関係性を説いております。そして強調しておりますのは、 CO2 排出の4分の3はエネルギー関連のインフラから排出されている。これはコストのことも忘れてはなりませんけれども、輸送ということもあります。ですから気候の問題を解決しようと思えばエネルギーのことを忘れてはできないんだということなのです。ということはエネルギーセクター自身も見なければいけない。何を我々できるのかということを考えなければいけない。もちろんできることはたくさんあります。例えばメタンを燃やすということをやめるということ、これはシンプルじゃないかもしれませんけれども、やらなきゃいけないことですよね。これはできることです。それからできる限りのエネルギー効率性を探求するということです。エネルギーをとにかく効率ある形で使うということです。石炭はどうでしょうか。ある論文を読みました。世銀によりますと、我々は石炭がなくなってしまう時代があるというふうに書きました。 We というのは誰なんだと。それは世界じゃないぞと。世界はもうこれから何十年も石炭を使い続けるでありましょう。我々のグローバルなエネルギーミックスの半分以上は石炭なのです。そこであなたの質問に戻るんですけども、 CCS ですが絶対的に必要なことです。我々がスーパークリティカル石炭だけの火力発電所を作るということ、これが絶対に大事なことであります。そして CCS を開発するということです。カーボンキャプチャーストレージだけではなくて、我々はカーボンを少なく産出するようにする。そして技術を駆使して炭素を効率的に使うということを考えなければなりません。炭素を回収するということもありますけれども、こういった問題というのはできることなんです。これはエネルギーセクターが貢献できることとしてできることなのです。気候セクターに貢献できることなのです。あなたの質問に対する答えになったでしょうか。Yes, thank you very much.Thank you for presentation, Executive Director. I'm Susumu Kojima from NHK. Follow up on the questions about Iran. I understand that the
you cannot tell us what the latest agreement means to the energy market, but can you tell us what's the current status of Iranian crude oil exports and how have the sanctions impacted their exports? And also, what is your expectation for the latest agreement could bring to the energy market? Well, you know, the interesting thing is that you asked the same question as Mr. Moderator did, but you phrased it in different, with different words, so you get the same answer. I can't do any predictions. What we have seen, that is that the sanctions caused around 1 million barrels a day of Iranian oil not being brought to the market. What will be the consequence and the impact of this six months agreement? It's too early to tell. でもまだ時期尚早なので蓋を開けてみないとわからないということです、はい、次の質問です、はい、Next question please. Thank you very much. ありがとうございます。日経の信高博文です。もう一度お目にかかれて嬉しく思います。2つ質問があります。第一点、あなたのお話では再生エネルギーの政策をフレクシブルな形で変えていかなければいけないということをおっしゃいました。あなたは日本の FIT のことを頭に入れてらっしゃるでしょうか。日本の固定価格買取制度というのはソラパワーエネルギーにツーフレンドリーだと思いますか。2つ目の質問、原子力発電を維持するためには小泉純一郎前首相、元首相が言っておられます。最終処分場がないのに原発をやるということは無理だということを言っておられます。あなたの意見はどうでしょうか。小泉総理のご意見に対する意見はどうでしょうか。わかりました。あなたの最初の質問ですね、 FIT システム、これは非常に気前が良い寛大なものだと思います。日本のプログラムはそれはものすごくお金がかかるということを意味しているんです。でもポジティブなところもあります。それはたくさんのキャパシティ設置能力があるということになります。問題はコストが下がってきたときにどうするか、そして新しいキャパシティを設置して、そしてフレキシブルな形で FIT をやっていくということ、どうやっていくかということです。これは他の国もヨーロッパの国々が一生懸命やっているところであります。彼らは再生可能エネルギーを持ちたいんですけれども、新しいバランスを立てたいのです。あともう一つこの問題に関して言いたいのは、 IEA におきまして我々が懸念を持っておりますのは、再生可能エネルギーのためのマーケットを作るということ、これは大事なことだと思っております。ですから去年は我々はミッドタームマーケットレビューを再生エネルギーに関しまして開いております。今年もやります。そして来年もやります。ですから我々は報告をいたします。この再生エネルギーのマーケットがどういうふうに展開しているのか、ポジティブファクターはどういうものがあるのか、そしてそれをエンカレージするために何をしたらいいのかというような報告書を出します。これは投資を奨励するということでもあります。これは大いに働きかけたいと思います。2つ目の質問ですけれども、最終処分場、放射性廃棄物の最終処分場の問題ですけれども、この問題というのはグローバルなレベルで対処しなければならない問題だと思っています。それぞれの国々が関わりながらやっていかなければいけない。その原子力発電をやっている国がみんな関わってやらなければいけないと思います。これを解決するためには日本が再稼働するかどうかということに関係なく、もうすでにあるわけですから、廃棄物はこれ解決しなければならないということです。他方、小泉元総理がおっしゃったという点についてですけれども、この点というのは日本の中で議論されるべきだと思っていますし、日本の国会、そして日本の政府も巻き込んで議論をすべきことでありまして、私はコメントはできません。はい、次の質問いかがでしょうか。Let's go on to next question. Yes, please. すぐさ。Yeah, I'm Hiroki Sugita with Kyoto. You didn't talk much about the natural gas produced in Russia. And people, our understanding is that Russia is in a kind of panic because of the flow of export of American shale gas to Asia, which will start still in 5 years' time or 6 years' time. Not this year or next year. But I'd like to know that how do you think serious Russia is trying to develop
new energy connections with the Asian countries, because there are many announcements in Moscow of the new plans or new project of the pipeline to China or shipping to Japan, etc. But we know that that country is still full of bureaucratic red taping, and concerned about that plan. プランは机上のものとして終わってしまって that is my first question. And the second question is that because of the shale gas, you say that the premium Japan is paying or adding to the international market price will be reduced. そうあってほしいということなんですけど、Do you have any hint of how なんか兆しと言いましょうか、ちょっとした感覚でいいんですが、どのぐらいのプレミアム削減されるっていうふうに考えていいですか。今どのくらい払わされてるんですか。じゃあ最初の後の質問からお答え申し上げます。より多様化した、そしてよりハイブリッド化したアジア太平洋マーケットができるということ、そしていろんなトレードハブが多極化するということがまず必須なんですね。これが必要だということです。そうするとプレミアムもしくはマージンどういう影響を出すのかということですけど、まだはっきり言えません。時期尚早なので。ただ分かっているのは、こういったマーケットを作らない限り変化はないということです。ということで、この石油に連動した長期に縛られるということです。それから足向け先も縛られてしまうということになるので、もう本当に厳格な契約で縛られちゃうんですね、ガスというのは。これは何の助けにもならない。だからガスの多様化した多極のハブを持つようなマーケットを作らなくちゃいけないということです。第一のご質問に戻ります。供給に関連しているということなんです。新しい供給元が出てきたんですね。北米ということです。つまり3件とか4件とか輸出許認可出すということになっています。でも実際にガスが輸出されるにはまだ数年先の話ということになるわけです。最初に行く先がアジアですから。また他にも新たな供給国が出てきているわけです。でアメリカがあって、それからカタール、アルジェリア、アンゴラもあった。でも新しいマーケットを今探してヨーロッパに行った。そして今東洋を見ているということですね。現段階において大体80隻の LNG 船が日本、韓国でどんどん造船、建造中なんです。でこれを買うのは誰でしょうか。いわゆるその一つのターミナルからもう一つのターミナルにフェリーのように行き交うということではなくて、いろんな人がこれを使うということになるわけです。ターミナルのキャパも今増加されているので、世界各地でそれによって柔軟度がもっとマーケットで高まるということです。それでロシアのことを考えてみましょう。ロシア先週の月曜日に行ってきたばっかりなんです。ちょっと懸念があります。というのは EU のマーケットがどんどんちっちゃくなってきている、需要が先細っている、国内市場も少ない、でもたくさんガスは出るということです。在来、非在来両方含めて、ということでロシアとしては新しいマーケットを開拓していかなくちゃいけないんですね。で東に行くしかないということです。シンプルな話です、ロシアにとっては。だからこそいろんな発表がされているんです。サンクトでも発表がされております。ペデルスブルグで中国会社と提携するって言ってました。新しいパイプライン、新しい LNG ターミナル、新しい施設マスクでといったようなことで、矢継ぎ早の発表がされているわけです。つまり決意は固いと私は見ました。お金が必要だから実現するということだと思います。経済開発するためにまだまだお金が必要なんです、ロシアは。それからまた企業の持っている知識を必要としている。だからマーケットをもっと開放するということです。こっちの方が難しいんですけど、ガスプロムのみならず他にもロスニアとかいろんなものが入っているわけで、各社それぞれマーケット拡大が必要であるということです。お答えに行きます。とっても真剣に考えているというのがお答えです。でも時間がかかるということで、アメリカのガスがもちろん実際アジアに輸出されるにも時間がかかるし、ロシアのガスがアジアに入り始めるにも時間がかかる。しかしやるということです。お金が欲しいからです。ロシアとしては実現するということです。はい、はい、どうぞ。 Please
I'm Tsukimori from Reuters. ロイターの森月と申します。2つ質問があります。あなたの展望なんですけれども、今年末それから来年の石油の成長はどれ、石油の需要の伸びはどうなるでしょうか。あなたの最直近の予測を超えるほどの需要の伸びになると思われますか。何か要素があるんでしょうか。それがグローバルなデマンドを今後抑制するということがあるんでしょうか。中国の経済が鈍化するみたいなことがあったりするんでしょうか。それが最初の質問です。2番目の質問はイランにまた戻りますけれども、イランの輸出が増え始めたならば、それはどんなインパクトになるのでしょうか。油価にどんな影響を与えるでしょうか。可能性として、現実的な可能性としてちゃんとイランが約束を今回は守るという可能性はあるでしょうか。1,2,3 同じじゃありませんか。答えは分かっているでしょう。ロイターの人っていうのはとにかくなんかこう答えを引き出そうとするんですよね。ですから同じ質問何度も繰り返されるんですよね。同じ答えしか出ませんよ。何も言えません。本当にあまりにもたくさんの交渉が行われております。6ヶ月の協定ということで今交渉しているわけで、私といたしましてもコメントするのは賢明なことではないと思っております。さて、中国が鈍化をするということについてですけれども、ワールドエネルギーアウトルックでも我々は中国のスローダウンのことを言っております。だからこそ我々が強調しておりますのは、インドの立場、インドのポジションというのが前面に出てくる、2020年代には出てくるということを言っております。で、このことを忘れてはならないということを言っております。これは石油ガスに対する需要だけではなくて、石炭に対する需要も同じことです。このようなエネルギー需要成長が中国では鈍化するということがあると思います。そしてインドの需要は増えてくると思います。それは我々の予測の中にすでに織り込み済みであります。さて、石油の需要の伸びでありますけれども、毎月我々は月次で予測を出しております。石油の市場報告を出しております。次に出るのが12月の頭に出まして、現在作業中であります。ですからそれについてはお話をすることはできませんけれども、新しい報告は12月に出るので今作業しているところでありますけれども、石油の需要というのはオイルマーケットレポートを11月で言いましたように言ったポジションというのが現在のポジションですけれども、我々は12月の分は今鋭意作業中であります。予測で我々が年次のアニュアルな石油マーケットレポートでは我々は全然ポジションを変えておりません。これは既存のファクト、フィギュアということでありまして、まあ、来週我々の報告を出すときに出すまでお待ちください。はい、どうぞ。 Yes, please. Thank you. I'm now Aoyama from the Asahi Shimbun. My question concerns the future of OPEC countries, not only Saudi Arabia. It has been long stated that the so-called shale revolution could negatively impact the presence and leverage of OPEC countries, including Saudi Arabia. Some even hinted the possibility that they could boost their low-cost oil production to neutralize their negative impacts. So what do you think about their course they should take going forward, especially Saudi Arabia, the most powerful swing producer? 最強のスイングプロデューサー、サウジの出方はどうでしょうか。そうです、スイングプロデューサーであるし、今後もそうあり続けるということです。予備能力を持っているからです、ちゃんとサウジというのは。ですから2つのチャプターを割いて石油の供給について書いたゆえんです。タイトオイルの生産ということと申し上げましたけれども、アメリカにおいて、で他にも非在来のカナダのエネルギー源とかあるわけですし、それから非オペック諸国いろいろあるわけですけれども、また OECD 諸国でもそれ以上の話があるんですね。やっぱり何といっても中東が必要だということなんです。そして中東はやっぱり最大の産油権として2020年にカムバックしてくるということなんです。だからこそ最も重要なことは、
投資だということです。今もう投資をすることが必要なんです。先延ばしはいけないということです。もちろん短い週の能力ももっとつけなくちゃいけないんですね。サウジにとってとっても重要な点です。それから合わせて新しいマッサラからのグリーンフィールドでイラクからの油田開発も重要であるんです。で正直申し上げて唯一比較的安く石油を出したいと思ったらそれは中東だ、イラクだということになるんですね。もちろん他にもいろんな制約はあるんですけど、ガバナンスの話とかまた知識のとか能力のアベイラビリティとか水が本当にあるのかとかインフラがあるのかとかそういう問題はあるんですよ。でも中東は忘れ去るわけにはいかないということで今回2章ちゃんと割いて石油の供給について述べているんです。一つはタイトオイルの立場についてアメリカの立場についてということでフィーチャーしております。もちろんアメリカの台頭によって変わってくるけれども、でも石油の需要っていうのもアジアで今後増えるわけです。だからこそ中東オペック諸国は必要だということです。Next question, please. Well, I will ask a question again. 今後そのいわゆるシェール革命に沿った非在来型資源の開発ポテンシャルというと言及されたのはアルゼンチン、You have referred to Argentine. You have referred to Russia. You have limited the names of countries. According to the U.S. government report, the volume of shale resources, from that point of view, China can be the largest country in terms of the potential resources. That's the government report of the U.S. Now, non-conventional resource development in China. What is your potential? What is your outlook? Or what about the potential of this country? China has huge resources. 中国には巨大な非在来型のガスの資源があります。巨大です。世界最大かもしれません。まあ、国としても大きいですからね。他方いくつかの困難性もあります。一つはリソースが山岳地域にあるということ。しかも地学的な性質というのがアメリカの地学的な性質とは全然違うということがあります。そう、地質学的なことです。それ第2点、アメリカの場合にはよく開発されたガス産業というのがもう育っております。ガス探査産業というのがありますけれども、中国にはまだそういったものがありません。3つ目に非常に遠隔の地にあるということで、場合によっては人口超密なところもあったりする。それから水の問題というのもあります。忘れてはなりません。インフラの問題もあります。それから投資があるかどうかという問題もあります。中国、我々の予想では中国はもうすでにやってコールベッドメタンということで非常に重要な炭素メタンというのがありますので、そういったことをやってますけど、炭素メタンとシェールは違いますので、そのことはまた別なんですけれども、彼らも努力をし開発を始めております。しかしながら2017年前には大した量にはならないでしょう。その理由は私が先ほど申し上げた通りであります。ただ非在来型のガスというときには炭素メタンというのは忘れてはいけません。炭素メタンというのはとても大事なものでありまして、すでに中国では開発に着手されております。それからもう一つ非在来型で言えるのはメタンハイドレートの話であります。これもゲームチェンジャーになるかもしれません。2020年代には日本においてゲームチェンジャーになるかもしれませんね。かもですけれどね。あと5分ぐらい残ってますが、We still have 5 minutes left. Anything? Any other comments or questions from the floor? Yes, please. And this time is not Iran. 今回はイランの話ではないですから。It's a feed-in tariff in Japan. You mentioned that it's very generous, but also it's boosted the renewable energy market in Japan. Do you think it's time for Japanese government to? Do you think it's already? Japanese government needs to reconsider how to買取価格制度については再考しなくちゃいけないというふうにお考えでしょうか。再生可能エネルギー伸ばすには何とかしなくちゃいけないと思うんですけど、どうでしょうか。そうです、必要だというふうに思います。まず日本が柔軟化を考えるということだと思うんですね。買取価格制度についても FIT についても、これが第一点です。それから第二点としては、この再生可能エネルギーを生産するときには他にも付随的な問題が出てくるわけです。まずその一つはインフラはどうなんだ、グリッドは
はどうなんだということです。風力発電、日本のここでかなり生産なさってますが、でも電力の需要はやっぱり東京にあるということで、電力を運ばなくちゃいけないわけです。送電線が必要だということです。送電網が、これが余分なグリッドに対してのインフラ上のニーズになるわけです。このこともお考えにならなくちゃいけないグリッドとして、これはかなり変動性の高い発電なわけですね。電気っていうのは、再生可能エネルギーっていうのはベースロードではないということでありますから、その分考えなくちゃいけないということになるわけです。でもちろんベースロードだったら安定性が確保できるんだけれども、再生可能エネルギーはそうじゃない、バランスを取らなくちゃいけない、予備力もちゃんと組織していかなくちゃいけないということで、バックアップキャパをどうやって確保するのかということも問題になる。ガスもそうなんですね。これも柔軟化して使っていかなくちゃいけないということなので、 FIT の制度自体のみならず、それだけ取り出して考えるのではなく、全体像として考えていただきたいというふうに思います。電力全体のセキュリティに関わる話ですから、送電網ですとか、またこのグリッドの安定性まで考える必要があるということであります。で、西と東の問題ありますよね。ちゃんとじゃあ十分その電流を変えることができなくちゃいけないわけで、ヘルツが違うので、日本は東と西で。その他質問ございますか。 Other questions are from the floor. よろしいですか。じゃあそろそろ Will it be all? 時間が参ります。 Well, I guess time has come. So. じゃあ事務局長どうも。それでは、Executive Director, thank you very much for your presence. これで3回目のトークラブ、3回目ということで。This was the third press conference by her. So, as a token of our appreciation, I will give you a pin. That's nice.素敵ですね。ありがとうございます。今すぐつけます。これをすぐ、今すぐつけます。